初めてかも、自宅から配信。こんばんは。今日はゆっくりした一日で、なんか自分の昔の映像とかを見てたんですよ。そしたらなんかショールームしたくなってやってます。ソファー、マイソファー。 STU 時代もだし、それより前も、やっほー。発見なんかありましたかね。2014年の動画とかもう見とったけど、なんか意外となんかよかった。かわいい。そう、10年前。こわっ。こわっ。やっほー。2014年の動画を見ながら、その振り付けを踊れて、え、なにこれ、アサリ。何？当たったらどうなるんこれ。当たった。こんばんは。そう、なんかでもさ、その2014年の動画とかはさ、そのお仕事ではなくスクール生としてパフォーマンスをしてる動画だから、やっぱなんかさ、自分の気持ちはそんなさ変わんない。チョコミント美味しそうけど、え、また当たったよ。何これ。なんか、え、全部当たるじゃん。ここラッキールームだ。こんな、たら何等だったのか分からんけど、これ外れた。あら、ほんと。え、ここで、夏だからか。アイスなの。こんばんは。当たってもみちょには特に何もない。じゃろうね。じゃけん当たった方は何があるの。フィーバータイムだったね。お疲れ様です。いや、なんかお仕事ってさ、そのまあスクール生の時もチケット代っていうものがあったから、お金をいただいて賞を見せるっていうことは変わらないけど、なんて言ったらいいんですかね、そのスクール生って単純になんか好きな気持ちだけでやってるっていうかさ、もう私はずっとパフォーマンス好きだからさ、別にあのそれがお仕事にできたことが幸せな人だったんだけどさ、純粋に好きってこうできる気持ちって素敵だなって思った。どっちも素敵なんですけどね。そんな自分自身のなんかすっごい
マイナスの方向に意識がなんか増えたわけでもないし、逆にプラスの方向の意識の変化だったけど、そのお仕事に変わってからっていうのはね、やっほー、皆さん何してるんですか。愛の重さだって君の気持ち背負ってみて知った、心がなんちゃらららら、まるで世界が継ぐような重さ。おう、いいのだろう、無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。松屋根が好きです。小豆島に行こう。葵ちゃんにすぐ連絡しました。ね、あの歌いいよね。自分がまだ在籍しとってさ、在籍しとったら小豆島に行こうを歌えなかったことがすごいなんか悔しいと思うぐらい好き。なんか葵ちゃんの歌唱パートがちょうどなんかなんちゅったらいいんですかね、おいしいおいしいとこだったからさいいね葵ちゃんっていう話をした。葵ちゃんに連絡するきっかけできてよかったね。きっかけなくても連絡してますよ私。きっかけがなくてもっていうか、今日も連絡した。さっきまで話してたあれね、メッセージで。そうなんですよね、歌いたい。でもあれがないんですよ、イヤホン。ファンクラブの配信は今日はないんです。でもバブルの方でしようかな。イヤホンがないからできないんです。すいません。こんばんは。皆さんバブル見てくださってますか。ファンクラブは入ってくださってますか。こんばんは。お腹すいた。こんばんは。お腹すいちゃった。確かに。ちゃんとご飯食べてないかもしれないですね。めんどくさくて食べなきゃいけないですよねって思うんですよ。いや食べたよ、お昼はね。何時ぐらいだったか、2時か3時ぐらいに食べました。
するかな。でもその昔の動画を見た時に、私ってこんなに足が細い時期があったんだって思って、だからポテンシャルがあるんだなって、やあの細くなれるポテンシャルが。でもその時はまだ中学生だったから、まあそりゃあさ成長途中だから細いとは思うんですけど、細くなれるポテンシャルを持っ、まあ、持ってはいるっていうかさ、過去にその自分がいたからね、だからちょっと頑張ろうかなって思い始めてます最近。こんばんは。でもね、やっぱ味が濃いもの食べたくなっちゃったりするし、今もここに私の大好きなあります。この音、この音フフフフと、ふんざんふんふんふん、一個ずつちょっとずつもう分かるんでしょ。かしら、なんかね、うどんでも、卵焼き、うどん、納豆とキムチ食べなきゃ。今日から姿勢を良くするって決めたんですよ。姿勢良くしなきゃ。運動はしてないんですよね。大変ですよね。セブンのおぼん茶飲みました。まあウォーキングはしてるかもしんない。なんかいやでも意識してるわけじゃなくて、その駅までのさ道とかさ、その目的地までの移動がウォーキングじゃウォーキングって感じですよね。なんか可愛いんですよ全貌が見えたら。逆上がりできますか？間違えた。逆上がり、逆上がりって何？これで足をコロコロしてます最近。こんばんは。あ、逆上がりって逆上がり？自転車は乗らないです。逆上がりは逆上がりなのか。うん。慣れたかな電車。まあよく行く場所は
分かります、分かるようになりましたっていうか、こうね見なくても分かるけど、別にどうだろう。で2回行けば慣れるんですよね、その同じとこらへんにね。お疲れ様です。そろそろ自炊モチベ消える頃じゃないですか。もうとっくの通りどこに行ってしまったのやら、迷子です。家出しちゃった自炊モチベ。こんばんは。コンビニ弁当？なんかコンビニ弁当に行くじゃん、コンビニに行くのもめんどくさいだからゼリーとか飲んでます。広島に帰ってないです。最低でも掃除は続けましょう。掃除は続けてますよ。体調は全然大丈夫ですね。でもすごく小食になりましたね。なんか3口ぐらい食べたら、あ、お腹いっぱいかもみたいな。でまたすぐお腹すく。ないですかね。1日6食とかのでの方がちょうどいいのかもぐらいの、そのね小刻み食べがいいなって思う今の胃袋的に。今人呼んでも大丈夫な状態。そうですね、大丈夫。あんまりね、物を増やしてないんですよ。そうそうそう、お腹が空いたら食べる。でも食べ、ちょっと食べたらすぐお腹いっぱいになるけど。トマトは食べてる時期あった。自分の部屋は気に入ってます。好きなものを見定めて買ったから、家具とか。家具っていうと8点ぐらい、8点しかないかも。今広島から持ってきた熊のスツールとベッド、ソファー、ゴミ箱、なんていうの、棚テーブル、あとこのテーブル用の椅子とちょっとした充電スペースみたいな机、寝台鏡をさ、まだ買ってなくて、でもね買おうか迷ってるんですよね。やっぱりなんかいっか、いや、やっぱりいっか、いや、やっぱりいっか、やっぱりがずっと続いてて、
最近でも踊りたくてしょうがなくて、なんか踊るとなると鏡が欲しいなって思うので、うちのダンス見たくてしょうがなくて。本当ですか。いや、その昔のさ動画とか見たけど、今日自分ってこんな踊り方もできてたんだみたいないや、ごめんね、今日は評価させてください。そう、もうなんか記憶にないものとかもあったんですよ。久しぶりに見たあのスタジオのパネルを使った、あれ武道館だっけ、どこだったっけね、パネルを使って5人で踊っただらしない愛し方とか、そんなかっこよかったんやって思って、いやもうなんか自分じゃないみたいな、髪長いし、ありがとう。プロジェクターを買って、プロジェクターで動画とかいろんなものを見てるんですけど、そのなんて言ったらいいの、その地上波を受信する機械をまだ買ってなくて、ガジェット?だからでも今やってるドラマとか見るときは TVer で見てて、そう見たかったな、チューナーね、どのドラマ見てる？内緒。でも全部見ようと思ってます。勉強しなきゃなって。跳ねるんですよね、どうしても。やだね。見せるくしよう。アイロンは広島から持ってきました。前使ってたなんか小ぶりのものを、メダカとか金魚はいません。ここで見れるの、
目がいい。確かにずっといてくれるもんね。お疲れ様です。皆さん土曜日でしたね。今日はでも私はいきなり話したけど、次はサバの味噌煮を作りたいって思って、なんか動画で見て美味しそうだったから。サバ好きなんですよね。お腹空いてきた。お味噌汁作ろうかな。味噌スープ、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、美味しそうなものを見ると作りたくなる。作ったら作ったで楽しいんですけど、作った後がね、あれが欲しいもん。あれ食洗機でも、もう今のお家は結構完成してるから、今から食洗機を置きたくない。暑いですよね最近。自分でも作れたので作れるはず。おお、サバの味噌煮いいね。私も豚キムチよく作る。豚キムチ、えのき、前はそこにレタスも入れてみたんですけど美味しかった。レタスチャーハンは上級者。そうなんですか。ショールームするときは事務所に行ってからやってます。そうです。こんばんは。もう TikTok やらないの。そうですね、やる予定はないです。チャーハンって美味しいですよね。チャーハンも好きなんだけど、まるまるチャーハンだとレタスチャーハンが一番好きかも。
納豆チャーハンとかキムチチャーハンとかもあると思うんですけど、レタスが一番好きかも私は。卵だけチャーハンってどういうこと？卵とお米ってこと？ネギとかもなくて？カレー食べよう、あとでチンして食べるカレーがいっぱいあるから。レトルトカレー、トレ。ご飯はちゃんと炊いてるのね。冷凍してます。炊いて冷凍してる。冷凍ご飯にレトルトカレー。10時2分でした。カレーは何よりライス派。あのね、カレーの種類によりますね私。あのバターチキンカレーは絶対に何で食べたいけど、まあそれ以外はどっちでもいいかな。何でもライスでも、うん。うん、どちらかというとライスで食べる方が多いですね、バターチキンカレー以外は。っていう話してるとお腹すきますよね。ちょっとご飯一回ご飯チンしてこい。生活はメディアル。確かにミュートしようかな。ちっちゃ、これそうなんですよ、レンジの音おしゃれですよね。こんばんは。オーブンレンジだよね。そう、クッキーを作りたくてオーブンレンジにしました。でもまだ1回しか作ってないかも、クッキー。こんばんは。掃除機はブルーのものにしました。浴室乾燥毎日使ってる。こんばんは。お菓子も作れるのか。クッキーだけですけどね、やってるのは。
クッキーが好きなんですよ。食べたいの普通に私が。だから作る。まあ、あとねパンをねオーブンで焼いてる。食パンにバター乗せてさ、蜂蜜かけて食べるのが美味しくてさ、ずっとハマってた。来た時はね、来た当初はもう毎朝それなぐらいハマってた。なんかねいい感じにね外サクのく方になるんですよね。なんかパンってさトースターが一番いいみたいなおっしゃるじゃないですか皆様。でもトースターを多分トースターで焼いたパンを味わったら私もそうなるんじゃろうけど、パン作っとるわけじゃないよ、もう食パンを買って食べとるだけじゃけど、でもねオーブンでもね美味しいんですよね。こんばんは。確かにな、今までの何だったってくらいサクサク。やっぱそうなんですね。そのままでは食べないの。まあでもね、うん、オーブンでもチンした方が美味しいかも。こんばんは。そのままだったらあのコーンスープとかにつけて食べたりはしとったけど、うん、今朝はチョコミントしてました。え、いいですね。チョコミントのギフト出てたよ。将来なんかご飯がキューって言ってる。ご飯がキューって。そろそろ方言抜けてきましたか。いや抜けてないっていうか方言、あ、できた。方言で話せるぐらい方がいいなっていうかなんて言ったんですかね。広島の人に会いたい。この前はーちゃんに会ったからめっちゃ広島弁で喋りよったけんさ、私も広島弁がね出たけどさ、トロブさんも最近会ってないんですよね。でも会おうって言おうと思ってます。出したら方言出る感じ。ね、そうか、催促されてる。まあ友達と喋るよったらね結構出るんじゃけど、あとテンション高くなったりしたらより出る。気がする。じゃけそうじゃないって言っとるじゃんみたいな。アイドルの頃はあえて広島弁だった。いや広島弁使っとる、何恋に出しとる時はない。
でもイントネーションとかはそれは広島だよって言われる。舞台も何だったっけな、舞台で言われたんですよね、どっかのセリフ、どこだったっけ、そこまでっていうセリフが、そこまでがなんか広島っていうか方言みたいな、本当はそこまでだから、そこまでそこまでじゃない、そこまでこが上がるのが多分方言らしい。そこまで難しくない？だってさ、しかもそれはさ、そこまでっていうさセリフだったけんさ、もうイントネーションとかを気にしとるようなさセリフじゃないって思っとったんじゃけど、でもね、そう教えていただいたので、そこまでって意識して言うようにしよったけど、分かんない、そこまでって言っとった時もあったかもしれん。 そういうねそういうところにね潜んでるんですよ、なんか実は。推しの子シーズン2見た、舞台の話ね、難しいですね。確かにでも広島弁っていうか広島イントネーションは二文字目が上がっとる気がするっていう話はねしたことあるんですよね。4文字系は2文字目が上がるんですよ多分。そこまで、鉄棒をずっと言っとんじゃけど、本当は鉄棒なんですよねみたいな。何があるかな、4文字、エリンギとか4文字何がある、カルパスはカルパスやな。いや、商品名とか難しいね。しいたけもしいたけやな。ブランコ。アメリカ。ちいかわ面白い。ポテチ白米、確かに白米、白菜は白菜よね。でも瀬戸内もなんか瀬戸内が本当ですみたいな言ってたけど、私は瀬戸内が馴染み深かった。なんかあるかな、他に。白滝、たくあん、ひろでん、
岩国モンゴル焼肉宮島、難しいね。なんか広島弁が対応しとる4文字と対応してない4文字がある。くじ引きのくじがインターネットに違う。くじ引き。消したらどうか。手袋。ふるさと。二文字目が上がるやつだけ読んでます今私。靴下。そう、額用のもある。でも分かんないんですよね私は前髪も前髪って言うけど、それは違うらしい。それは私特有の方言だし。ひなぎく。ひなぎくはでもひなぎくよね。みんなレトルト。でもレトルトもレトルトよね。みんなおみくじ。半袖たこ焼き靴ずれ。自転車できた。自転車かも。レトルトは違う人いる。レトルト？ワイの地域は自転車はチャリとしか言わないか。それは本当？一回さお腹空いてさ、よし食べるかってなってさ、こうやってさチンしに行ってさ、ねえ、なんか後から食べるのめんどくさくなる時もある。ゲーム実況者の方の影響でレトルトはいたんじゃなかった。レトルトさんね、わかるわかる。嬉しいレンジもう呼ぶの諦めたね来ないやんけって言って。でも今チンしたのご飯じゃけどいいんだ。ルーがあったかければいいんです。ご飯は別に冷めてもいい。私はね、私的にはね。カレー食べたら今日の2食目。ルーがホットならオッケー。そう、ルーがホットならオッケー。なカレーうどんでもよかったな。うどんでもよかったな。チンするの別に、ご飯はね、あった、チャーハンとかはあったかい方がいいけど、
ドンドンとかカレーとかのご飯はあったかくてもあったかくなくてもどっちでもいいか、個人的にはね。うんうん、カレー以外で食べるレトルト食品はありますか？レトルト食品って何がありますっけ？うわ、麻婆丼いいですね。おいしそう。麻婆も作ったよ、東京来てから。結構私ナスが好きでさ、ナス結構買う。あ、パスタソースとかね。あのね、実家から送られてくるんですよね、そのレトルト系が。じゃけんレトルト系だって。系ってついたらレトルト、レトルト系。じゃけん家にいっぱいある。でもちょっと自炊しようと思うときはさ、レトルト使わずにさ、一から作ったりするけさ、レトルトが減らない。私はさ、もう大さじ小さじのスプーンとかも買ったけどさ、結局目分量でやっちゃうし、おいしいちゃんとね、1回目分量でやって、まあ1回でね大体おいしいんじゃけど、でもそっから味を調節することもある。もっとおいしくなるかも。確かに確かにな。そりゃちゃんと測るのが一番欲しいかもね。堀西大好き。うちにはないけど、今は広島でよく使ってましたね。こんばんは。ちゃんと測るのマジ大事。あれですよ、あのお菓子作りは測るけど、ご飯は目分量。いや私はね、どちらかというと濃い味の方が好きじゃけんね。かな、そう。あ、やばい、半に半ぐらいに終わろうかなって思って、23時にしようかな。菓子は分量命。そうなんよ、顔は薄口なのにそうかな。何顔なんじゃろう。何顔ですかって言われたら何か分からん顔してますよね。別に塩でもないし醤油でもないしソースでもないし、何がいいかな、何の調味料になりたいかな。雰囲気的にはなんの調味料が可愛いだろう。柚子胡椒とかがいいかも柚子胡椒好き。しかも可愛くない、なんかメープルがちょっと可愛すぎるな。
メープル顔の何ちゃんやったら嬉しいけど、塩顔、醤油顔、ソース顔の中にメープル顔、ちょっとなんか狙ってる感じかわいそうね。受験そのソース、醤油、塩とかに並ぶ、肩を並べられる調味料の中で何か可愛いかっていう話。こんばんは。岩塩顔って言われたらそれになりそう。でも岩塩好きなんですよね私。しかも岩塩ってなんかピンクのイメージあるから可愛いイメージあるけどね。砂糖顔ってあるん、ありそうですね。でも今でも私は砂糖顔でもない気もするな。コチュジャン顔、バジル顔いいねなんかおしゃれ。でも柚子胡椒が一番なんか私の中で言われて嬉しい調味料顔かもしんない。タルタルもいいねカラムマサラが自分の顔、味噌顔ってあるんですか。バジル顔は絶対花だよね。ホリフカ、ホリフカ花だか。あ、充電がないわ。iPad。ザ普通。そうなんかどこにも属してない気がするんじゃない。自分も自分で。でも普通ってなんだって話ですよね。だってこんなにさ、いろんな人がいる中でさ、その普通をどうやって決めるのかっていう。オールスパイスのムーミン、ムーミンかもしれない。ムーミン素材の味系、水が水、モロキュー食べたいな。オーガニック顔かっこいい。でも柚子胡椒がいいな。味噌顔ってどんな顔なんですか優しい方が褒めてくれてる。こんばんは。皆さんは何顔なんですか。ご自身を調味料に例えると。柚子胡椒って青唐辛子、そうなんじゃ。味噌顔がソース顔、あ、そうなん。チャーシューが、大喜利じゃない。つぶれあんぱん、みんなの顔が浮かぶわ。全然調味料で言わんし、言ってくださる方もいらっしゃるけど、
あー、いいね。あれもないん、その犬顔猫顔。私それも属さない気がする。カワウソ？私？そうなんだ。梅しそもいいな、美味しい。鳥？鳥？自分の顔のパーツで一番気に入ってるところ？涙袋か唇かな。リス、確かに前歯大きいからな。まあ、ありがとう。うちの口好き、本当。こんばんは。犬と猫の狭間が。ミーアキャットっぽい。嬉しい気がする。30分過ぎたけど、はい、23時までやります。ちゃまちゃこって犬飼いでもかなり美形なのかな。美形でしょう。かわいいしかっこいいもん。サマとちゃん、ミーアキャットってどんな顔じゃっけ。でもチャマに似とるとも言われるし、チャコに似とるとも言われるでしょ。私そんな自分ではそう思うけどね。ミーアキャットってさ、ライオンキングに出てくる？いいやつだっけ？あ、ティモンか。立ってるやつだよね。髪の毛染める予定はありません。ミーアキャット調べたい。いるか。ポンと出てくるのすごい。こんばんは。夜空様になりたい。こんばんは。iPad あるんですけど。
充電がない。この携帯充電あるんかな。ファンタジースプリングス行ってないです。行きたい。お腹が空いちゃったわ。今日は久しぶりになんか皆さんと話したいなと思って。お姉さん感出てきてます。嘘、そんなことないんだけどね。実は全然成長してません。こんばんは。カレーの付け合わせは何派ですか？全部好きなんですよね。らっきょうも福神漬けも、あと何がある？今日めっちゃ好きかも。私実は髪伸ばしたいんですよね、今。めっちゃ長くしたい。まあでも伸ばさないと思うんですけど。なんかね、私は ボブの女の子がすごく好きなんですよ。まあでも髪が長い女の子も好きなんですけど、なんか自分がボブっていうのはね、なんか違うんですよね。その好きな女の子、自分的には自分はロングの方が、でもなあ、分かんないな。なんか印象が全然変わる気がする。着たい服装とかにもある。そう、大服装がね、ロングの方が似合う気がするんですよ。ジャケンかもしれない。でもきっとさ、この髪型でも着れるんじゃろうけどさ、
まだ髪切った実物さん見れてないんですよ。ファンクラブイベントは予定開けましたか？みんなが会いに来てくれるのかなって、どうだろうって思ってます。一発目だからね、こうババーンと成功させたいですよね。私もいっぱい準備して、いいか。ドーナツ食べたい。いきなり。なんか今めっちゃドーナツだ。なんか。フレンチクルーラーの匂いがするんですけど。なんで？錯覚だ。食べたすぎて。匂いの錯覚が起きて、おめでとう。起きてる。遠く見てないけど、そうだったんだ。いいな、見たい。でもきっとカレーを食べたらその気持ちも収まるんじゃろうな。一回お腹を満たしてきます。皆様ありがとうございました。お話相手になってくださり、カレー食べた後にまぶる。いやー、どうだろう、食べながらか食べた後かちょっと分かんないから。でもそんなに遅くにはしません。まあもう遅いっちゃ遅いけど、また配信したいと思います。来てくださってありがとうございました。壇上を読んでいきたいと思います。いきます。喉がおかしくなっちゃった。13位セリアさん、12位ヨヨヨのヨさん、11位ナッカンさん、10位ヤスタカさん、9位アリくんさん、8位ゴレヒロさん、7位クロスケさん、6位エムケンさん、5位長谷川さん、4位瀬戸内のユウさん、3位ツーモさん、2位取り立て王子さん、1位はウマちゃんさんでした。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。